はい、こんにちは。今日はベクターアプリを使ってこういう犬のアイコンの絵を描いていきたいと思います。で、使うアプリはグラフィック for iPad っていうあのアプリなんですけど、ほぼイラストレーターみたいなアプリになります。で、イラレを使ってる人だと多分すぐに使えるようになると思います。で、以前もですね、グラフィック の動画他に出してるので、よかったらそれも合わせて見てもらえると嬉しいです。はい、じゃあ始めていきます。まずグラフィックのアプリ立ち上げてもらって、大きさ何でもいいのでキャンバスを一つ作ってください。で、ざっくり説明すると、右上にレイヤーパネル、これレイヤーパネルになります。で、左側にツールパネルっていうのがあるんですね。で、この2つのパネルを使って、アイコンを作っていきます。で、まず最初に長方形ツールでこうやって長方形作ります。で、今、枠線線アウトラインが表示になっているので、アウトラインは透明にして、塗りを黒色で塗りつぶします。で、こうやって、透明にすると、今赤の斜線が入っていると思うんですけど、これは非表示になっているよっていう意味ですね。なので、今塗りだけが色が入っている状態です。で、この状態で、パスツール、これですね、このマークのところを取ってもらって、そうするとね、パスをなくしたり追加したりできるんですよ。で、これはまあイラストレーターの方が結構馴染みが深いので、パスとかベジェ曲線がわからない人はちょっと難しいかもしれないんですけど、まあ、ここからパスを使ってイラストとかを作っていくことができます。で、こんな感じで、まず犬の顔の形ですね、を形取ってあげて、これをですね、複製して他のところにも応用して使っていきます。で、形が取れたら、ここのマークからコピーで、次ペーストを押すと、同じ形が画面のどこかに表示されます。で、この状態で回転ツールで回転させる、90度回転させる。そしたらこんな感じで耳ができますね。で、形もちっちゃくしてあげる。で、このバウンディングボックスの角のところを取るとちっちゃくなる、縮小拡大ですね。で、バウンディングボックスを持ちながら、画面のどこかをタッチすると、縦横比が固定されてサイズが変更することができます。で、こんな感じで、この要素をコピペコピペで、たくさんいろんなところに使って、この犬のアイコンを描いていきます。なので、最初の形だけちゃんと作っておけば、あとは簡単です。で、この上のレイヤーのところから、順番、レイヤーの順番ですね。なので、奥の耳を描くときは一番下に持っていってあげると、こんな風になります。で、今描いてるのは犬の首の部分ですね。スポイトツールで同じ色にしてあげる、こんな感じで。で、この後、鼻と、目と首輪のところを描いていきます。で、こんな感じで大体のベースの部分は完成になります。
で次が、色を変えていきます。色はアイコンすごい大事なので、ここでちょっとおすすめ技というかを紹介したいんですけど、違うアプリを使います。で、使うのはクーラーっていうアプリがあって、これ色のアプリです。おすすめの配色っていうか、綺麗な配色をレコメンドしてくれるアプリになるんですけど、確かね、100円か200円だったと思うんですけど、まあ、絶対購入する価値はあると思うので、ぜひよかったらね、ダウンロードしてみてください。でこんな感じでタッチすると、どんどんランダムで綺麗な色の配色をおすすめしてくれます。でこれいいなって思ったらセーブもできるし、自分のパレットみたいなのも作ることができます。で、今回はちょっといいなって思った自分の保存してるやつがあるので、それを使っていきます。これかな、これを使います。でどうやって使うかっていうと、まずね、これをスクショ取ります。でスクショ撮ったら、さっきのグラフィックのアプリに戻って写真をスプリットビューで開く。でこの状態でさっきのスクリーンショットを放り投げてください。そうするとね、画面の中にこの色のカラーパレットが出てきますよね。こんな感じで、端っこの方に寄せてあげて、でこの状態でスポイトツールで色を取っていくんですよ。で、色を塗っていきたいんですけど、ちょっとその前にオブジェクト、同じ色のオブジェクトは結合をしたいと思います。上のところにですね、ユニオンっていう項目があるので、これ結合ですね。選択、2つのオブジェクトを選択して、上の定規パネルからユニオンです。で、つながります。でこの状態でスポイトツール使っていきます。でスポイトがどこにあるかっていうと、左下のツールパネルの一番下、カラーピッカーのところにスポイトツールがあります。で、さっきスクショで入れ込んだ、画像のところにドラッグしてあげるとスポイトが反応するんですね。こんな感じで、こうやって色をのせていきます。で、まあ自分で好きな色をのせてもいいんですけど、やっぱりさっきの配色ツールクーラーとか、まあ、ウェブのブラウジングとかでも、例えば配色おすすめ2019とかで検索したら、多分今年の流行りの配色の組み合わせみたいなのがブラウジングもできるんですよね。このサファリとかで検索しても、なのでそこでスクショ撮ってここに載せてもいいですよね。なので色のことがわからないとか、あんまり知識ないっていう人は、もうあるものを使ってこうやってやると簡単に、おしゃれなデザインを作ることができると思います。はい、こんな感じで完成になります。最後せっかくなんで、色違いのものも作ってみました。で、まあ、こんな感じでぜひね、アイコン作りとかに役立ててもらえればいいかなと思います。まあ、ロゴとかもね、作れるので、ぜひグラフィック使ってみてください。で書き出しもね、ピングでできるので、背景透明でできるんで、まあそのソーシャルのアイコンに使ってもよし、何でも使えるかなと思います。概要欄にアプリのリンク、今日使ったグラフィックっていうアプリと、あとクーラーっていうアプリのリンク載せとくので、よかったらダウンロードしてみてください。
はい、ということで今日は以上になります。ご清聴どうもありがとうございました。バイバイ。